こんにちは、ハイジーです。というわけで今回の動画はお知らせ&募集がメインの動画となっておりますので、ご了承くださいませ。というのも、皆さんご存知のあの M1 グランプリの高校生バージョンのハイスクール漫才2016のエントリー募集が先日スタートしたわけでございますが、その応募の仕方が今回からスマホなどで漫才を撮影、そしてハイスクール漫才ホームページで投稿という方法オンリーになったそうなのでございますが、どうやってやればいいのかわからないというお問い合わせがとにかくたくさん来てるらしくて、それならもうわかったと。じゃあ日時を決めて、わからない人に集まってもらって撮影会をしましょうということになりまして、僕がエントリーの仕方がわからない皆さんの漫才を撮影することになりました。だからすごい流れだよね。なんだかんだあって完全な裏方っていう感じになってるのでございますが、せっかくそうやって集まってもらうなら、このハイジー名作劇場でもみんなでコラボ動画を撮影しませんかって思ってるんです。僕のチャンネルで何をやるかはまだ企画中なのでございますが、せっかくなら楽しいことをみんなでしましょうって思ってはいますが、もちろん漫才の撮影だけして帰るのも全然 OK です。時間もありますからね。撮影の日時は6月12日日曜日の11時から14時でございまして、場所は新宿の吉本本社でございます。事前申し込み制で、こちらのハイスクール漫才のメールに応募してくださいませ。このアドレスは下の説明欄にも載せておきます。当日参加される方は身分証明書を必ずお持ちくださいとのことでございます。そしてこの大会は高校生の大会なのでございますが、細かいエントリー資格に関しましても下の説明欄の方に載せておきますので、そちらもチェックしてみてください。気になる優勝の特典としましては、なんと賞金50万円でございます。高校生にとっては浮き足立たずにいられない額でございますね。今回のこの私の撮影会に来ていただいて、でその動画審査で通ったら、実はもう次準決勝なんですよ。だから撮影会とかに来て、なんやかんやいい感じに転がれば、いつの間にか優勝してスターになってる可能性もあるんですよってことをお伝えしておきます。僕も準決勝の MC とかを過去に何回かやったことあるんですけれども、完成度の高いすごくちゃんとした漫才じゃなきゃいけないとかじゃなくて、初々しさですとか可愛げとか、ちょっとした失敗とかもほっこりするような、すごくいい空気の大会ですので、みんなで記念に受けてみるとか、そういうのでも全然 OK だと思います。まあ2、3分の漫才ですし、もうバーってやってやりきって逃げてきちゃえばいいような、もうこんな思い出あったよねって後から言えるような、楽しむ感じで挑戦してもらえればいいかなって思っております。そんなわけで、はい、ハイスクール漫才のお知らせの方は、一応このくらいになりまして、ここまで見てくれた皆さんのために、お知らせ動画恒例の高級缶詰を開封するという動画に、シフトしていきたいなと思っております。今回は牛すじとこんにゃくを醤油ベースのタレで煮込みましたという缶詰さんの牛すじこんにゃくでございます。さあ今回もおしゃれなシンプル缶でございますね。どんな中身かと言いますと、はい、このような感じでございまして、缶詰を開けた時点でもうこの匂いが胃袋のスペースを急激にこじ開けてきました。これを一旦ちょっと温めちゃうという作戦に出たいと思います。そろそろいいのではないでしょうかと。はい、周りの固まってたゼラチンがちゃんとタレになりましたね。牛すじっていう名前だけでやられちゃうよね。牛すじとこんにゃくがくっついて、どっちがどっちだか分かんない感じにされてますから。いただきまーす。当たり前ですが美味しい。味がかなりはっきりしてるから癖にならざるを得ないし、もうトロトロなの分かんでしょ。プルンプルンの牛すじだけをちょっと食べてみましょうか。そもそもこのタレの味付けがめちゃくちゃ美味しい上に、噛んでると内側から吹き出してくる牛すじそもそもの旨味、それプラスこの牛すじの食感によって、ほらもう無意識に箸が次の牛すじ掴んでますから。このこんにゃくだけを食べたらどうなるのか、ちょっとチェックしてみましょうか。こんにゃくももちろん美味しいんですけど、これによってはっきりしたのが、牛すじの方が圧倒的に柔らかい。牛すじがもう形を保ってるのが不思議なくらいトロトロ。
そんなわけで高校生の皆さん、ハイスクール漫才への応募お待ちしております。優勝したらこの美味しい缶詰を1111缶買えるぞ。